いけると思います。あ、来てるかも。大変失礼いたしました。我々、自民党といたしましては、自民党って 聞こえたって来てますね。もうセッティングされているものだと思っておりましたが、検討に検討を重ね、ただいま、ノートパソコンのマイクから、収録するように、しましたので、皆様、ここからは、何卒よろしくお願いいたしま解す。散だって解散は考えておりません。キャンさん自民党だったって やばい、裏金作ってるかもしれない。裏金。検討に検討を重ね、じゃない、じゃねえって。僕は何々党っていうよりも、いい、なんか、政策があれば、そこを応援しますね。そうですね。承認喚問だって、高保さんが。もう、俺と全然違うからね。僕とは全然違うから。違うから。僕は黒い車に乗って日本の旗揚げて軍歌流して。なんでよや。なんでよや。曲が間もなく終わります。はい。なんでよや。私のものが、はい、投げかけます。お聞きいただいたのは Perfume でチョコレートディスコでした。では早速、裏返っちゃった声が。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。はい、お願いします。今週のテーマはよく使う方言です。というのも、2月18日が方言の日らしくて、確か去年あたりだったかな。なんか、よく、なんだったかな。なんか、一応とりあえず方言の話題を出したのを覚えてる。私は。あがーとか言ってさ。言ってたね。カレンダーまだ1月なんだけど。私はスケジュール帳で見てますので、今。そうそうそう。なので、キャンさんはちなみによく使う方言って何かありますか？やーよーとか。やーよー。よく使ったな、私も。うりやーとか。あきさみよい。はっさ。めっちゃ使う。めっちゃ使う。めっちゃ使う。僕もよく喋る方なので、いっぱいいっぱい喋って、最後に、だからよ。最後にだからよ。だからよ。で、終わり、みたいな。だからよで終わり？何言っても、だからよ。で、終わらされる。ああ、ははそういうことね。でも意外と僕、あがあが出てこないんです。なんで？幼少期一応、インターナショナルスクールにいたんで、一番最初に出てくるのは、あおち、あお。あ、そういうことか。そういうことか。どっちか。キャスが来てますので、紹介したいと思います。タカボさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。タカボさん、新スタジオから初ですね、と来てますね。そうなの？そうだね、確かに。なんせ、先週、先々週、二週撮りしてるんで、私、スタジオの様子が全くわからないという。まあ、新スタジオっていうか、こちらビースタ、サブスターなんで、ね。サブスターなんでね、もっともっと。はい。結構よく使ってるんですね。だから、そこまで変わりはしない。ちなみに、こっちのスタジオも変わるんですか？こっちは変わらないです。変わらない。こっちはもうそのままです。はい。そのままなのね。はい。ああ。もう、メインのスタジオとギャラリーが大きく。変わるわけですね。はい。なるほど。扉も変わります。扉？ああ。今日、入り口、扉なかったですよね。なかったね。そういえば。気づいてなかったの？俺もずっとスラブ見てた、スラブ。スラブってわかる？コンクリート。天井見てた。天井見てたんかい。沖縄大好きさんが、あ、今日こっちのアカウントなんですね、と来てます。そうなんですよ。私も知らなくて、びっくりしましたが。僕も慌てて今準備したら、ああ、メインにやっぱなってる。ということで。まあ、本来ここで生放送今日から始まるんですよ。あ、そうなんですね。はい。あ、そっか、それがメインの、アカウントになってるんだと思います。なるほど。そういうことなんですね。高子さんが、福山雅治が流れてたのに、わらって来てますね。
ちょっと飛ばして、キャンさんならできる男の党って。いや、僕は、あれですよ。まあ、いや、これは余計なことを言っちゃいそうなので、やめてきます、うん。僕みたいになりますよ。高橋さん、なんか懐かしいチャンネルって来てますね。何が懐かしいチャンネルなんだろう。もう、だいぶ、このアカウントから、今、放送してないからじゃないですか。ああ、なるほど。あ、そっか。そういえばそうだね。一週間以上空いてるんで。空いてますね。ある意味懐かしいですよね。そうだね。沖縄大好きさんが、よく使う方言。ああ、なんかいきなり。ひや、あひやは、あ、ひやはいや、わたしんかって、かけ声が入るやしって、よく。かけ声、まあ、友達に会った時のかけ声の、やっぱ、やなふらや。やなふらやって、先に出る。うん、一番最初に出るな。やなふらや。元気そうめえ。ピリカスリンド。そういうことか。私よく使うの、ええってしょっちゅう言うね。うん。リクにね。うん。え、あんたよってしょっちゅう言うね。うん。俺、L だけどな。え ?L? その L? うん。うん。サイズがよ。ああ。サイズの L サイズ、ね、じゃあ、私何ね、お前、うん。9ぐらい。9? なんて?9 って何ね ?9 って。わからん。うん。沖縄大好きさんが、沖縄ソング歌うときも方言に、歌詞に方言入ってるから、ある意味よく使ってます。パイヌ、カシ、カジフシク、パイヌカジフク、ウリズンヌート、なるほど。ダイナミック琉球の。長いやつか。私がよく歌おうとするときに引っかかるやつだ、よく。うん。これ、のそこなんとかっていう女性も歌ってるよね。CM で。ダイナミック琉球？うん。うんうん。のそこ、なんだったかな。ねねよ、とりあえずね。ねね。ねねよ。ねねよ。ねねよって。うん、ああ、そうそうそう。のそこ、ゆうこさん。あ、うまいね。うんうん。CM でよくね、うん、流れてるね。天気予報の時とか流れてるか。うん。一番。うまいよね、歌ね。歌上手ね。うん。付き合いたいさ。なんでよ。なんでよ。どういう付き合いよ。うん。どういう付き合いよ。友達としてってこと？うん。うん？何？うん。何？ビンタしたい。なんで？なんで？高尾さんが2週間ぶりかなってこのスタジオでやるの。そんなに？なんだ。まあ2週間までは行ってないですけど、うんうんうん、まあちょっと近いぐらいですね。そのぐらいか。もう木曜日から生放送止まってるので。あ、2月1日、ね、木曜日。あ、そっか。ということは今日が12。12日間じゃこのアカウントでやってなかったってことなんですね。はい、高橋さん、デイジナトーンって。いやー、デイジナトーン。何？ジュニギノワさんも出てくるんじゃないか？なんで？ジュニギノワさんが出てくるかもしれない。ジュニギノワ。沖縄大好きさんが、は、あれも使う、スーパー名号さ、ああ。まぼやかや。ドラゴン名号さって、なん、ドラゴン名号さ活動しだからさ。そういうこと？キーダイヤ、キーダイヤ中、キーダイヤ中、あれなんだっけ、あれよ、おばあかがタバコのヒーゴーで、やめ、やの、いやなわらばや。ろうそくや中じゃないの？違くて？うん。え？英語さみってか、おばあたが。ああ。でやつさ。ああ、あるね。タバコの煙ってから、うんうんうん。あるね。うん。意味ねえなんだ、あれ。ああ。意味ねえなんだ。気持ちの持ち親さ。
昔よくご飯残して野中されてました。ろうそく野中、あのお香です。お香痛いよ。あと残ってました。あいやー、うん、お香も溶接もあれでもうブルーあれよ、てん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 よ、いや野中みたいになってるんでしょ、うん、赤べみたいな、赤べっていうの赤べ赤べいやなんかよく言うさ、赤べ赤べになってるさ、赤べってどこまで行ったっけ、あこれだ、高葉さんがかまどさんの、タラマ島言葉スーディカプー、あスーディカプーありがとうって意味だそうですよ。おなんかインドみたいですね。インドみたい、うん、キーダー、あ、沖縄大好きさんが、キーダヤーチュー、わかりやすく言うと、太陽の炎でヤーチューされることって。太陽の、太陽の炎。虫眼鏡でこんなやってるんじゃないか。虫眼鏡でな。虫眼鏡のあの、丸い光線で。うん。扉に戻さないといけないですね。大きい虫眼鏡。大きい虫眼鏡。高葉さん、ハゴハゴ、ハ、ハハブクラゲンさん、あ、サマ、サマ、ハブクラゲンさんは。ハモロや。ハモハモし。ハモ。あれハモ。ハモ、ハモ、ハモに聞こえれば。ハモに聞こえれば。沖縄大好きさん、指笛吹くと炎が出るのだ。指笛私吹けないんだよね。俺は得意中の得意だったけど、歯がなくなったから、うん、できなくなった。できなくなった。高い音が出なくなった。あ、出なくなったの。あれじゃ出来はするけど、歯がなくなったおかげで高い音が出ない。いやあれでしょ、口笛も微妙でしょ今。ふうふうふうしてスースースーしてから、歯がないからスースースーしてから。だいぶ歯もよ。し、歯歯歯歯し。なんでよ。高葉さんが似てる笑いって来てますよ。あの、さっきのやつ。あれだろ。何？マグヤに出てくる、あれじゃないの？何ね？クルーターよ。クルーター。クルーターって。クルーターって。何だったあれ？あれ何だろう？名前何だった？沖縄大好きさんがわかるかもよ。わかりますかね、沖縄大好きさん。ハゴハゴって言ってる。なんかクルーターいたよな。いるよ。クルーター。クーバーのことかなって。クーバー、あ、ああ。ハゴハゴってずっと言っても、うん。うん。あれ、それ知り合いだってよ。知り合いなんかい。名前出さんけど。名前出さんけど。うん。うん。それ知り合いだってよ。あ、知り合いいるんだね。いたんかい、まあ、沖縄狭いですからね。狭いね、確かに、うん、僕はあれですけどね、今回の撮影一切関わってないんですけど、はいはい、あの先週水曜日から放送されたアマーリーちょっとだけ映ってましたからね。え、そうなの？はい。あの過去の映像が使われてた時に僕映ってました。あ、そうなの？え、ちゃんどんどんあれだね、成長していくんじゃないか。何を？あなたも。え、そうか。ってことは、陸海空さんも一味だなってよ。高尾さんが。ハゴハゴあら、今や。ハモハモだよ。高尾さんがもう一回見てみますよって。あの、あれじゃない、さっきの、あまわりのことかな。ぜひぜひ、皆さん、TVer で、ショーハシから見れますからね。ああ、ね、今。今週の15日まで、ショーハシは配信されてますので。小橋の大地は僕めちゃくちゃ出てます。おお、うん。後ろ姿とか含め。うん。セリフも3ことぐらいもらってるんで。おセリフ。セリフあり。セリフもらえただけですごいですよ。へをあげましたっていうのをいただいてるんで、うん。セリフもらえただけですごいですよ。すげえ。沖縄大好きさん、僕の高校の頃の先生に、鬼人デビルやってましたって。鬼人デビル。ん？あの、あれかな？なんだっけ？一応、わかるよ。わかる。わかるけど。うん。うん。なんかよ。うん。俺の記憶の中で、うん。半分に分かれてる。なんで？なんでやな？半分に分かれてるって。うん？
なんね。思い出せないってことさ。あはははは。沖縄大好きさん、昭和市のドラマ見たけど、キャンさん映ってました。わら。気づいてもらった、ね。気づいてたんだ。ありがとうございます。私、昭和市。なんかこういうの嬉しいよね。はい。嬉しい。あの、僕一番びっくりしたのは、うん、昔あの、2時間サスペンス出た時に、はいはい、めちゃくちゃ遠いところで警戒役やったのを、友達のお母さんにバレた時がびっくり。おあの動きは、カズナサだよ。高部さんが、そのセリフって、ハゴーって笑い。小橋で、ハゴーって、おかしいじゃないですか。まぶやになってるね。まぶやになってるね、はい。あんつばさんも来ております。こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさんが、また見直そうって来てますよ。お願いします。どっからどうやったら私、話がなんかどんどん膨らみすぎて、どこを焦点にしてたのか忘れてしまったじゃないか。よく使う方言。テーマはよく使う方言。ん？方言何個出てきたか？いくつも出てきてるね。うん、はい。何？もう一度。何を？よく使う方言はって。言わんよや。言わんかい。言わんよや。収入報告書も見直さないとねって、高坊さんが。収支報告書。収支報告書。縛りよーって。わしたうちなわった島の新カヌチャー。沖縄大好きさんが。うん。うん。なんだった今日来るときね、うん、あれだったよね。なんか、すごいおじいちゃんいたよね。あ、いたね。うん。湯がつくスーパーで。湯がつくスーパーでよ。僕が、こう、買い物したら、いきなり話しかけてきた。うん、おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん。なんかな、と思って、なんでって言ったら、うん。わんわよ、もうよ、27年前によ、嫁も、タバコも、酒も全部やめてから、発生、こんななってるさだ、歯もない。はと思って。うん。僕も歯ないよ。って言ったから。うん。仲良しになっちゃった。で、仲良しになっちゃってから、で、もう、レジ過ぎるまでずっと二人で会話してから。だからよ。おと、あちゃの数が、あちゃ、あちゃひじゃが当たる。ひじゃ汁食べる。歯ないのにな。あ、うれ、見てみ。柔らかいの買ってるさ。俺に見せてきてから。あいやー、わーと一緒やね。で、これを聞いてた、女子高生たちが爆笑してから、走り回ってるわけさ、スーパーの中で。女子高生だったね。学生今日学生。うん、学生なの。中学生か女子高生か分からんけど、四五人が。うん。で、レジのネーネーも笑ってるわけさ。笑ってた。めっちゃ笑ってた。俺なんかの会話聞いて。うん、めっちゃ笑ってた。で、レジ済まして、そしたら、もう一人の、まあ、60代のおばさんかな？うん。私も聞いてたよ、みたいな。私も聞いてたよ、面白かったよって言われて。笑ってたよ、みたいな。笑ってたよ、みたいな。もう介護職なんで、うん、年寄りとの会話は方言も交えて、うん、いろいろできるので、うん結構漫才になってたな。漫才になってたね、確かに。あんなところで、ねって思ったけど、私は。まさに幸せな空間ですね。ラジオより声が出てた。ラジオより声出てたな。うん、出てたね。はい、音、音って言ってたからね。めっちゃ声でかいと思って、私恥ずかしかったよ。でも周りは笑ってた。笑ってたよ。びっくりしたよ、私。いきなり話しかけて、あ、私スルーするかなと思ったら、めっちゃ話してるし。沖縄大好きさん、今空いてます。そう、フレッシュプラザの方かな。そうです、そうです。高場さんが、ユンタクは洗濯大好きです。そろそろお時間が来ましたかね。はい、あと1分半です。では、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、春といえば、です。そう、もうそろそろ春なのでね、3月なので、
三月も近いのでか。なんかハゲよや。ハゲあらんよや。はるか。うん。そうそうそう。もう本当はね、ちょっと今回ちょっと3週撮りなので、フリーで行こうと思ったんですけど、やめました。あ帰ったらサラパス。パチパチパチ、ペタペタペタ。貼ってあげる。なんでよ、背中痛くないわ。いや、春だろ。違うわ。サラパス春よ。違うし。今日絶好調ですね。そう、絶好調だよ。誰ですか？リンクさん。いや、お二人ともです。では、来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャット、リクカイクーでした。また来週。またねー。めっちゃ OK。絶好調だね。誰が？リクさん。休みだからさ。だって3週撮りなので、あと2週分ありますよ。あと1回。あと2回ある。あと2回。あ、今1回で、1回目？ 1 回目。この長さで、うん、あ、俺も、わからん。わからんって。わからんって。短いでしょ、30分って意外と。ん ?30 分って意外と短いでしょ。俺、トイレの時間があるさ。あ、うん。途中で行かれても全然大丈夫。今トイレ行く？ん？今トイレ行く？今トイレ行っても出ない。うん？じゃあ2本目終わったぐらいかな？わからん。一度では切りますね。はい、また後でーす。バイバーイ。おーって。何してんねん。何してんねん。